カリバン作戦にようこそ。環境都市の下で複数のファイアチームが行方知れずになっている。数時間前に一回報告が入ったきり音沙汰がない。これは敵地における捜索救出作戦だ。ハイブの残忍さは知っているな。最悪の事態を覚悟しておけ。あのガーディアンたちは私の責任だ。救出に行ってくれ。死ぬな。ハイブは私たちを締め出そうとしているか、行方不明のガーディアンたちを閉じ込めようとしています。ハイブは死と犠牲を通して儀式に力を注ぐ。前に進めないなら撤退しても構わない。お前の光を守る方が大事だ。ハイブに食われるわけにはいかない。わかりました。でもこの任務を行うと言ったのです。放棄はしません。司令官、聞こえますか？来るな。あんなのに変えられてたまるか。あんなクリスタルに変えられるくらいなら。この通信の発信源はすぐそこです。急ぎましょう。理解できません。あのガーディアンはここにいるはずです。あの中にボイドライトが。どうやって？チャンネルに告げます。こちらは捜索救助隊です。誰か聞こえますか？誰か。
これは一体何でしょう。これは召喚魔術の蓋の役割を果たしています。全てがボイドライトを動力にしています。ハイブは衛星タイタンに何かを呼び込むつもりです。来客を拒むわけです。誰かいるのか、誰か、スロアン、誰か聞こえるか。声が聞こえた、気のせいじゃない。聞こえます。誰ですか。それでも進み続ける、話し続けると信号が届くようになるかもしれない。呪文に力を注ぐのに使わせてはいけません。聞こえます。他のガーディアンも一緒ですか。いや、私だけだ。9人編成の隊でここに来たが、一人ずつ捕まえられた。ウィザードが私の仲間から光をちぎり取って、それをクリスタルみたいなものに入れるのを見た。これはみんなガーディアンです。ガーディアンの力を取り出している。
いい考えがあります。タエコと合流しましょう。今そちらに向かっています。ダメだ、ここには来るな。やることは分かっています。クリストルを使って背後を妨害するのです。だがこの部屋には力の込められたクリスタルがない。他に作戦はないのか。なんでもない、その作戦で行くぞ。でもクリスタルがないのでは。作ればいい。彼女は自分を犠牲に。あなたの死を無駄にはしません。しましょう。
ましたね。他の方法を考える時間があればよかったのですが、それでもやりました。本当にありがとうございます。ごきげんよう。この暗号は何だ。暗号化したデータほどいいものはない。あんまりダメージがないみたいだな。
ついさっき来なかったか、ガーディア。エクソが大